じゃあロゴだ。ナンステエバディ、どうもなんちゃんです。はい、ということで今日は、はい、なんとこちらジャパンファンデーションさんというところにお邪魔して、はい、で今日はどこに参加するんでしたっけ。今日はジャパンファンデーションさんが主催する、あの日本語を勉強するインド人の方たちとディスカッション。なんか月1回このイベントがあるらしくて、うん、今日なんか50人弱ぐらい、まあそんな感じらしいですよね。ちょっとさ、50人以上こんな日本語を勉強するインド人の人とかすごいよね。すごいすごい、でみんな日本語を話して、日本語でなんか一つのテーマに沿って、まあ、ディスカッションしますよというような会みたいで、うんうんうん、ちょっと僕たちもね、その様子とか、うん、あのどういうの話すのとかっていうのをちょっと撮って、うんうん、取材的な形でできればなと思ってます。いや、楽しみですね。楽しみですね、はい、じゃあ早速行ってみましょうか。行きましょう、チャロ。チャロが、どうして日本に興味を持ちましたか？So first it was for the job purpose, but soon enough I gained interest in anime as well. So that's why I started learning Japanese for this purpose, to understand it properly. What anime? One Piece to One Punch を大好きです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあロゴだ。こんにちは。こんにちは。はい。はい。はい、私はデイジーです。デイジーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。インドの北東のマニプルから来ました。うんうん、デイジーさんは日本語を何で勉強してるんですか？はい、スタジオギブリの映画が大好きから、はい、ギブリの映画に、映画で、研究するために日本語を勉強しています。うん、ああ、そうなんですね。はい、へえ。ありがとうございます。じゃあロゴだ。じゃあまずお名前は？名前はシオンと申します。シオンさん、はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうして日本に興味を持ちましたか？日本の漢字が興味がありますので、だから私は日本語を勉強しています。日本の漢字に興味がある？漢字に興味があります。とか、日本の文化、とか自然がいっぱいあります。だから将来にできれば日本に行きたいです。はい、旅行で仕事で、最初は仕事を探してます。後で、はい、予定があります。はい、そう、すごい。、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあロゴだ。こんにちは。こんにちは。どうも。私はディクシャです。ディクシャさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ディクシャさんはなんで日本語を勉強してるんですか？初めに日本のドラマを見て興味があった。だから日本語を始めました。ああ、そうなんですね。はい、好きなドラマあるんですか？今、名前は覚えない。でもたくさんあります。はい、なるほど、はい。ありがとうございます。じゃあロゴだ。私の名前はクナンと申します。はい、クナンです。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどうして日本に興味を持ちますか？日本の環境がいいですから、だから日本の興味が持っています。はい、日本では留学をしたいとか、その後日本人と結婚したい、はい、結婚したいとか。だから日本に行きたいな。はい、インド人の女性と日本人の女性どっちが？日本人の女性が、表現もいいし、顔の表現もいいし、話すとき表現もいいし、いろいろな表現も出てきます。じゃあだから日本人と結婚したい。あ、もちろん。興味が、機会があったらもちろん日本人と結婚したい。日本人の女の子が紹介してください。じゃあ今度一緒に合コンやります。はい。はい、じゃあお名前は？
私はディパンシュと申します。どうして日本に興味を持ちましたか？日本の興味はあの文化について私は興味があります。日本人はあの親切だし、あのパンチュアルです。だから日本の文化に興味があります。ジャロブラ、ハロー、はい、こんにちは、皆さん、こんにちは、はい、私はアンナと申します。アルさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。アンさんはなんで日本語を勉強してるんですか？日本のドラマとか歌が好きです。好きな歌はありますか？はい。どんな歌ですか？好きな歌手は宇多田ヒカルさんです。宇多田ヒカルさん、はい、宇多田ヒカルさんの、フレーバーオブライフは私の好きな歌です。フレーバーオブライフが好きだったら、はい、花より団子のドラマ好きですか？はい、あ、じゃあロゴだ。名前はヒマンシュです。ヒマンシュさん、はい、どうして日本に興味を持ちましたか？私はたくさんアニメを見て、アニメとか日本の映画とかドラマを見て、と理由は私もよくわからないの。日本語が好きになって、日本語が好きになりました。日本語には尊敬語もあります。まあ、そういうも好きですから、まあ、大体理由は、ね、アニメを見て好きになりました。それだけ。ジャロブラ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。私、シバンギと申します。シバンギさん、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。します。シバンギさんは、なんで日本語を勉強してるんですか？私、1年半前から日本語を習い始めましたね。うんうん。日本海で勉強してますね。そうなんですね。なんか、その日本語を、うん、あの勉強しようと思ったきっかけってあるんですか？はい、日本の文化にも興味があるので、うん、だから日本語を習い始めましたよね。そうなんですね。料理も祭りも興味があるんですね。好きですか？そうなんですね。嬉しいです、はい。日本料理も食べたことがありますよね。日本料理も作るのも好きです。なんか好きな日本料理ってありますか？好きなのは天ぷらですよね。天ぷら、はい、食べたことがありますよね。そうなんですね。美味しいよね、美味しい。美味しいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画をよきと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS はなんや、ごめん。